今回はスパイファミリーコラボガチャを50連回していきたいと思います。お、いきなり赤満月とかいいじゃん。もうドパーッと出ちゃっていいのよ。ドパーッとパッと見た感じだとは行全部使えるアーニャが欲しいですね。虹もも3つだけど文字で絶対違うやつとかいるわね。茨姫ゲット。でもこちらに売国クソ野郎殿がいらっしゃると聞きまして。名前は茨姫だけど人物は夜フォージャーさんですね。本業は殺し屋だけど普段は市役所の事務員として働いてるアーニャの偽母親さんです。私はアニメ1期を半分ちょいくらい見た程度なのでそこまで詳しいわけではないですけどね。茨姫というのは殺し屋のコードネームですね。さてさて20連目。あーかぶした。6分の1を引いてしまうとはアンラッキー。ちなみに性能は最新のフリーズブレイカー持ちなども多く、特に最近の破滅級に適したキャラが多いので、オブラダマンテやチョバムアマスラの破滅級などをクリアできてない方は引く価値あると思います。この2つはカーニャ攻守などのハイフリーダーでも割といけるので、サブ要員だけ引けばいいので、祭りで適正キャラ引けなかった人はここで狙うのも全然ありだと思いますね。黄昏ゲット。彼女がささやかな日常を送れることを願う。二度と俺に関わる。こちらはロイド・フォージャーさんで本業のスパイのコードネームが黄昏という名前だからですね。夫婦の本業役の方が揃ったわね。最後20連回して見分けて終わります。あ、50連で2体だからまずまずかな。チケット50枚でコラボ10連のみと交換できるのでそちらを交換して使います。確実にコラボ星5が欲しい方は70連まで回して確定のみと交換した方がいいですね。